どうもジャイです、前回の動画でですね、あの競馬の税制を見直してもらうために、あの都議会議員の小島先生に会いに行ったんですが、今回はですね、パブリックアフェアーズのコンサルティングをやってるネクストリレーションの小野寺さんという方に来ていただいたんですが、とりあえず紹介しましょう。こちらの方です。ネクストリレーションズの小野寺です。よろしくお願いいたします。お願いします。ジャイです。お願いします。そもそもこの、まあ、聞き慣れない言葉が多いんですけれども、パブリックアフェアーズっていうものは何なんでしょう。浸透している馴染みの言葉で言うと、はい、ロビーイングとか、はい、ロビー活動っていう言葉の、はい、まあ、さらに上位概念と捉えていただいてもいいと思うんですけれども、はい、考えてみれば、うん、世の中のほとんど税制とか、はい、オンラインで取引ができることを想定しなかった時代に作られたもの。確かにその競馬の税金の法律も75年前のものです。そうなんです、はい、でそういった、まあ、古い時代のレギュレーションが、うん、何かこう現代の新しい商品とか、うん、サービスとか、はい、市場の発展を妨げになっちゃうケースって結構あるんですよ、うん、それを現代に合わせたものにアップデートしていくための具体的な手法がパブリックアフェアーズ。もともとそういうあれはあったんですか、パブリックアフェアーズっていう。日本ではまだちょっと正直浸透してないなっていうところで、はいはい、一方でこれ本場はアメリカなんですね。アメリカはこういったパブリックアフェアーズを専門にやるロビーストっていう方々がですね、職業として、はい、国にもしっかりですね、登録制度がございまして、はい、なんで日本で行った時にこうロビー活動っていうと、政治家にお金を進めるとか、はいはい、ちょっとダーティーなイメージが正直あると思うんですね、はい、ただ一方アメリカはロビー費用に年間いくら使うのか、どういう名目なのかというのを議会に報告する義務があるので、お互いに変なお金は渡せないし受け取れないんです。なるほど。なので本当にクリーンな形でやっていて、日本では正直そういった、まあ、ロビーングをしていく、何か法律を変えるため、税制を変えるためにロビーングしていくっていう意味で言うと、まあ、まだまだこう一般の方々にして言うと浸透してるとは思っていなくて、ただ今急激にこの必要性っていうのが叫ばれているなというふうに思ってます、はい、どうしてここまで協力していただけるんでしょうか。ジャイさんであれば、この税制、絶対に変えられると思ったからなんですね、はい、っていうのがやっぱりこのパブリックアフェアーズ、ただ政策を決めてる方々だけではなくて、世論にも一緒にアプローチしていく、そういった、まあ、変えることの意味を大義を掲げて、世論の共感を得ていく、この2つの要素が必要なので、まあ、ジャイさんもある種にこうインフルエンサーでいらっしゃいますし、はい、発信力もあるので、確実にその2つにアクセスできる、まあ、それだけの、力を秘めているのがジャイさんだと思います。はい、なので今回の先生、長い道のりになると思うんですけど、確実に変えられると思っています、はい、でより良い未来のための制度っていうものを世の中に発信できていくんだよ、そういう職業があるし、まあ、やり方もあるんだよってことをもっともっと多くの人に広げていきたいなと。パブリックアフェアーズという職業を、はい、もっと日本のみんな皆さんに、はい、知っていただきたい。そうですね。でその意味ではやっぱ一つ事例としてジャイさんが変えてくれた、っていうのは確実に広がるきっかけになると思うので、自分としてもその目的も正直あって全力でお手伝いさせていただきたいなと。多分知らないですよね、これ見てる人も。パブリックアフェアーズっていうのもう俺も知らなかったし、実際まあほとんどの人が要はパブリックアフェアーズに何かを頼もうって思う人は、まあ、なかなかいないとは思うんだけど、これが例えば個人じゃなくて企業とかになってくると、そういうものが必要となる人が、まあ、少なからずいるのかなっていうのはまあ思いますし、はいはい、いやこれも小野寺さんにとっても成功させないと、はい、自身に広がってくる。そうです。もうなんていうか同じ船に乗ったつもりで、はいはい、いやそれはもう本当にお願いします、はい、よろしくお願いします。パブリックアフェアーズの、まあ、推進していくための一つのモデルですね、はい、まずはストラテジー、ゴールと設定なんですよ、はい、今回の場合はこの競馬税制を是正していきたいっていうところですね、はいはい、じゃあそのためにどういった戦略を立てていくのかと、でここでもう一つ次ですね、パブリックインタレスト、公的利益、じゃあこれは先ほど申し上げたように、これを実現することによって世の中にはどんないいことがあるのか、はいはい、
というところはしっかり前提です、はい、でそのためにエビデンス、これを変えていくだけの理由っていうものが必要になってくるんですね、うんはい、で最後はチェンジ、うん、例えばこれって最後税を決めてるのは、うんまあ、財務省であり、はい、もっと言えばその、うんまあ、今与党自民党ですけども、はい、自民党に税務調査会と税調と呼ばれるものがあって、うんはい、そこで議論してもらわないと、はい、結局変わらないんですよ、うん、しっかりこの分野に関しての政策決定をしている人物にアクセスしていかないといけないんですね。でその辺をこのスペックモデルという形で戦略を立てていく、なるほどなるほど、はい、でそこで団体っていうものが非常に重要になってくるんですね、うん、このロビー活動、はいまあ、今まで一般的に持たれてるイメージって政治家にまあ直接お願い事をしてる、うんはい、で政治家も知ってるのも画伝飲水なんて言葉がありますけども、はいはいまあ、そんなイメージですね。ただこんなことやってしまっては今まあこの陳情する側もそれを受ける側も双方レピテーションリスクになっちゃうのでこんなことはできません、はい、でそこでまあ先ほど申し上げたように必要なステークホルダー、世論だとか含め全ての方々を巻き込んで、そして自分たちの利益のためじゃなくて、うん、この法律を変える、税制を変えるっていうのは、はい、公的利益、世の中のためにもなるんですよっていう大義が必要なんですね、うん、なるほど、なので大義を掲げて、うん、みんなの共感を得ていく、これが、まあ、ロビー活動 2.0 パブリックアフェアーズと言えるのではないかなと、なるほど、はい、実際にこのモデルに沿っていくと、はい、個人から何か要望を受けるって、会いにくいですよね、なんかそれこそ癒着だとか、さっきのロビー活動 1.0 の方になっちゃうんだ、はい、見られちゃう、はい、その時に一方ある団体があって、はい、その代表のジャイさんということであれば、うん、これはもう団体の代表なんで、うんまあ、みんなを代表してきてるわけなんで、うん、これは無限できないですし、うん、相手としても会う理由になりますよ、ねうんはい、っていう意味でやっぱ団体を作って仲間を集めていく、うん、ってことは非常にこの活動をやっていく上でですね、うん、重要な観点かと思います。あ、なるほど、はいはい、じゃ あ, まあ今回の競馬の税制に関して言えば、はい、今現在もういろんなあの寄付も今回集めて、もう1万2000人以上の方からの寄付を集めて、まあ他にも寄付されてない方でもやっぱりおかしいという人も多いし、応援してくれる人も多いんで、そういう意味ではその世論的には結構大勢の人がこの法律についておかしいと思ってる事実はあると思うんですよ、はい、確実に今追い風だと言えるかと思います。はい、はい、やっぱりこういった SNS、うん、空中戦と呼ばれるもので票を集めて、はい、実際に国会議員だって誕生してるわけですし、はいはい、ジャイさんまさにこう YouTube で、うん、っていう媒体でこう発信もされて、うん、仲間を集めて、うん、賛同者を集めてと、はい、これがまた5年前とかだったら違ったんですけど、はい、今はそれが1万、10万、100万と集まっていくと、うん、確実に、うんまあ、あの無限にできない行為になるかな。なるほど。でちょっとこのスペックモデルをですね、はいはい、今回のケースに当てはめてください、うんはいまあ、ゴール、うん、現行の競馬税制の税制と、うん、いうことです。そうですね、はい、でストラテジー、そのための戦略として、うん、やはり業界団体を作っていく、うんはい、ジャイさんという個人ではなくて、じゃなくて団体では、はいはい、で、公的利益、パブリックインタレストの部分でいうと、うん、公平公正な税制の実現です、うん、これは現行に即したものになっていきましょうと、はい、そしてさらには、まあ、そうなることによって、うん、競馬界がもっともっと健全に発展していきます。そうですね、はい、でそこにファンももっと増えて、はい、税収にもつながる、はい、でエビデンス、これもしなんか算定できたらいいなと思ってるんですけども、はい、結局この税金が嫌だから、うん、怖いから、うん、馬券買えないよって人たち、はい、たくさんいると思うんですよ、はい、そうなんか潜在的な、うん、本当は、顧客になりうるマーケットって広いと思うんですよ、うんはい、なんでこの税制が是正されたら、うん、そういう人たちを掘り起こせるとしたら、うん、それってさらに経済波及効果として、うんはい、結果として国庫に行くなると思います、はい、それがじゃあどのくらい見込めるんだってこととかエビデンス出したらこれすごいですよね、うん、なるほどなるほど、はい、もうやらない理由ないですよ、ねうんうん、確かに、うん、要は競馬を今現状税金が怖くてやらない人っていうのはほとんど大口なんですよ。だから100円買ってるような人はおそらくそんなに、まあそれでも年間50万円買ったらもうやめてしまうっていう人もいるし、そういうことですね、はい、そういう心配がなくなったら明らかに増える可能性は高いと思います。そうですね、そういう方々の、はい、大口の方々の心理的なハードルを下げるってことに、はい、全然つながってきますね、はい、そういったエビデンスもなるほど、はい、それらを持って政策を決める側の人、うん、方々にアクセスをするチェンジの部分です、はい、でここで課題を課題として認識させる、うん、
なんで今税制がこれだけおかしいよって、うん、多分言われ続けてきたのに、はい、結局変わってないのって、うん、別にそこまで課題として認識されてないのです、うん、表に出てきてないのです、うん、はい、それをしっかりこれは課題なんだ、うん、しかも解決することでこういった経済効果もあるんだってところをしっかり提示してあげる、うん、そのためにはまさにジャイさん YouTube で発信されてたり、うん、今 SNS の力ってバカにできてるわけで、はい、そういったところで広げてくる、声を広げてくる、うん、仲間を集めてくっていうのは非常に重要なポイントになってくるかと思います。そして、まあ、最終的に申し上げたように、まあ、与党税調でアクセスしていって、うん、もうこのアジェンダセッティングを持って、うん、そういった場でですね、議論をしていただくっていうことですね、はいはい、まあ、これが競馬の今回の話に当てられたときに、はい、非常に分かりやすいです。ありがとうございます、はいはい、今回の場合は法律、まあ、税制だったんですけども、はい、税を変えるって、まあ、結論から言うと変えられると思ってます、うん、ただし、うん、法律というよりですね、税を変える方が正直ハードルが高いんですよ、財務省。法律変えるより税制を変える方がそうですね、まあ、その、まあ、ケースバイケースなんですけど、はい、一般的にはやっぱこう、うん、なぜかというと、うん、まあ、おかしいと思って変わってたらもう特に変わってる話なので、うん、これは一筋縄ではいかないっていうのは正直なところだと思います、うん、ただ一方で、うん、何も声を上げなきゃこのままなんです、はいはい、でそれが、まあ、これが5年前10年前っていう話だったら、うん、正直この取り組みっていうのがなかなかこうゴールが見えないような、うん、もう果てしない戦いになったと思うんですけど、今は申し上げたようにパブリックアフェアーズみたいなものも浸透しているし、うん、SNS の力だってあるし、はい、そういった意味で言うと、うん、課題を課題として認識させやすい時代になっているので、うん、なるほど、はい、この二重課税の状況っていうのは確実に変えていく必要があります。そうですね、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。